はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第263回でございます。え、今週のテーマが新しい方向が見えた3日間というテーマで喋っていきます。で、いつも下の部分ね、最後に話すんですけど、今回はちょっと先に話させてください。えっ、ー、と、1年の最後がもう11月ですからね、来月12月になりますので、1年の最後にいつもふざけた動画を撮ってるんですけど、それをやろうと思って質問とか、リクエストをちょっと募集させていただこうと思います。 ただですね、そろそろ、あのー、もともとね、そんな多く来るタイプではないので、そろそろ、あのー、集まんないんじゃないかなとは思ってるので、集まらなかったらね、また違う動画をしようかなとは思ってるんですけど、例えば、勉強以外の質問でも構いません。ほんとね、え、そんな質問していいんですかっていうものでも構わないので、質問とか、あとはこんなんしてくださいっていうリクエスト。これもふざけたもので構いません。一年に一回のブレイコークだからね。<laughs> そうそう。なので、よかったら、書いてみてください。ただ、 あの、コメント欄で他の方が目にして、ちょっと不快に思うような、え、何これみたいなのはちょっとやめて。なんから性的な表現とかね。そういう、なんか、ものはやめましょう。はい、<laughs> お願いします。なんで、ね、このコメント欄もしくは Twitter の方で、リプで送ってみてください。ほんじゃ、本編行きましょうか。で、今週ですね、東京と大阪でイベントに参加させてもらいまして、まあ、東京で1日、大阪は1日だったんですけど、前の日からね、あのホテル泊まらせてもらったので、ま、あ、計2日、まあ、合計で3日間ですね。 で、いろんな方と話をさせていただきました。で、その様子も今編集してるので、このダラダラ集アップしてる時に間に合ってるかちょっと微妙なとこなんですけど、まあ、それもね、あの、後か先かわかんないけどアップするんでよかったら見てみてください。あの、こんな感じで早く喋ってたんだってのは、あの、お見せできるかと思います。で、まあ、ほんとね、いろんな方と、あの、喋らせていただきました。 東京の方ではね、いろんな社長さんと喋らせていただきましたし、で、えっ、ー、と、大阪の方では教育関係の仕事をされてる方、学校の先生だったりとか、あとは、えっ、ー、と、塾の経営をされてる方とか、ね、いろんな方と喋らせていただいて、で、本当にね、いろんなことを考えるきっかけをいただきました。で、もともと、この YouTube チャンネル、えっ、ー、と、とある男が授業をしてみたっていうチャンネルは、まあ、今も、あの、根本は変わんないんですけど、その、学生の、 教育っていう部門で学生を笑顔にしたい。もっと詳しくちょっと言うと、えっ、ー、と、教育っていう部門、まあ、なんだろう、学校教育、の、学校ね、でもなく、塾とか家庭教師でもない、まあ、三つ目の教育の形っていうのを提供することで、あの、学生のみんな、子供たちが少しでもより豊かな生活が送れるんじゃないかっていうふうに思って、それがまあ根本にあるのね。 で、まあ、不登校支援がやりたい、不登校で、ね、学校行けてないことかの、その支援とかもしたいっていう、そういう思いもあったから、まあそういった思いで、ずっとやってる。子供たちのために、子供たちのためにみたいな、学生のためにっていうのがずっとある。で、それがもうね、120%だったの、正直。そう。でもね、えっ、ー、と、この3日間で、いろんな方と喋らせていただいて、ちょっと変わってきた。変わってきたっていうのは、その学生のためにっていう部分が薄れたんじゃなくて、学生以外の部分に、 この YouTube、自分のチャンネルがお役に立てるんじゃないか。力になれるんじゃないか。で、その学生以外の部分に、その、まあなんだろう、うアクションを起こしていくことによって、直接は学生のためにはならないんだけど、間接的に学生のため、学生にとってのプラスになっていくんじゃないか。 っていうのをすごく思ったんですね。で、具体的に、あ、こういうことやりたいなっていうのも、今回 Google さんとね、いろいろあの関わらせていただいたので、Google さんにもお話しさせていただいて、あ、それいいですねって、ちょっと具体的に進めてみましょうみたいな話もなったので、これからですね、まあ、まだちょっとすぐにではないんですけど、2019年、来年あたりは、この、このチャンネル自体もちょっと違う方向に進むことも出てくるかなと思います。 ま、さっきも話したように、間接的なものなので、直接ね、あの、学生のみんなにとって、ほ、プラス、うわぁ、役に立つ、ありがとう、っていうものではないです。今考えているものはね。でも、きっと、それが巡り巡って、あの、学生のみんなにとってのプラスになると。そのね、具体的なことはまちょっと話せないので、実際に始まったら、え、その思いも喋ります。どういう思いを持ってこれをやってるのかっていうのをお話し,しようとは思うんですけど、ひとまず、あの、まだまだ、進化、できると。 本当思いますので、ぜひ期待しててください。でね、まあその、企業の方といろいろ話をすることもあったんで、まあいろいろ思ったんですけど、まあ自分個人でやってるじゃないですか。まあ事務所にも所属してないから完全にフリーでね、やってる身なんですけど。で、まあ正直ね、YouTube を始めた頃っていうのは、個人でどこまでやれるかっていうのが一つのモチベーションだったの。 だって正直さ、企業の人がね、例えば、じゃあ YouTube でチャンネルを作って、企業がね、作って、じゃあ、何人にしようかなじゃあう、100人にしようか。100人、ちょっと、あれだな、あれだな。あのー、現実味がないから、10人にしようか。10人の先生を用意して、で、10人の先生が毎日1本ずつ動画撮ってったら、100日やったら1000本だよね。そうだよね。合ってる合ってるよね。1000本になると。 で、俺は2900本くらい動画あるんですけど、ってことは、200、300日、ま、あ1年以内に一生懸命やったら抜かれちゃうんだよね。動画のコンテンツ数とか。で、クオリティ高いものをやれば、きっと企業の方がもちろん力はあるし、そう。だから、自分なんかね、くちゅっ、ひねり潰されちゃう。簡単に。だ、と思ってるの。それはずっと変わらなくって。なら、おお、ご <laughs> う,、ね、うちの子供の声入ってるかもしれないけど。でも、 その、コンテンツの良さとか、一人だから伝えられるものみたいなのもあると思ってて、まあそういったところでは戦っていけるのかなとか、まあいろんなことを思いながらこの6年間やってきたんですね。で、正直、その、こういろんな企業の方と話をさせてもらって、やっぱり企業っていうのは強いというか、やっぱり強みがあるよなっていうのはすごく感じた。でもそれを感じるとともに、 やっぱり、一人だからこそっていう良さっていうのは、メリットっていうのはすごくある。そういった面でもね。で、そこを活かしつつやっていくべきだし、でも、あの、今年のね、目標にも掲げましたけど、企業などとの連携っていう話をして、で、実はそれね、結構もう叶ってるんですよ。まあ、これはまた後で話しますけど、そう。だからこ、個人で、個人プレイをしているんだけども、いろんなところと協力をしていけるような体制は結構出来上がってきてるので、 そういった意味でも、ちょっと教育っていう、まあすごくね、日本の教育ってのは広いあの分野にはなりますけど、そこに何かをしていけるっていうのを思ってる。で、それはずっと言ってて、口に出して言ってたから、まあ今はさ、ある程度こうやって認知されて、こう影響力もある程度いただ,いた,だいたというか、もらえて、その出てきたので、 そんなにごちゃごちゃ言われなくはなりましたけど、当然さ、何もない時、別に登録者も全然いない、見てももらえないって、お前誰だよ、みたいな。時はさ、お前何言ってんのっていう話だったわけ。それはすごい言われてたし。で、これね、あの、受験生とかさ、ま、受験生じゃなくても社会人の方でも、例えば受験生で、お前なんかどこどこ高校受かんない受かるわけねえじゃん、とか。どこどこ大学なんて目指すだけは無駄だよ、みたいな。受かるわけないでしょって言われたり。 社会人の方でも夢を持ってる。まあ、何か資格取りたい方でもそうだけど、あんたが受かるわけないでしょうとか、あんたがその夢叶えられるわけないでしょうみたいな、言われることって、ま、ああると思う。そういう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう時って結構シュンってなっちゃうじゃないですか。やっぱ気にしてね。ああ、そうか、やっぱ無理だよな、みたいな。そう。口ではさ、うっせえなーとかと思うんだけど、あの、言ったりするかもしんないけど、でも心の中ではグッて来ちゃうじゃん。 そう。で、自分もやっぱ同じ状況がすごいあって、で、そういう時にどう思うかっていうと、いや、思うんですよ。心の中でグッて痛いって思うんだけど。でも、この人が、そのね、俺が例えば教育を変えていきたいといい方向にしていきたいっていう個人で言ってる俺に対して、あんたバカなのって言ってきてる人が、もし、俺がそれを実現したら、叶えたら、この人どんな顔するんだろうっていう思うと、ワクワクするの、俺は。え、なんか変かな <laughs> でもね、ワクワクするんだよね。 見返してやろうっていうのも、まあ、思うは思うんだけど、俺、見返してやろうっていう気持ちよりも、え、この人さ、どうす、どうすんだろうみたいな。で、もしさ、すげえちょっと俺がビッグになれたら、この人どういう感じでちょっと俺に対して接してくるんだろうな。ニヤニヤ、みたいな。ふうに思うと、楽しくなっちゃうんだよね。そう。<laughs> でもね、それって、まあ、そう,いうね、全く同じじゃなくても構わないんだけど、そういうのってすごい大事だと思ってて。モチベーションの持ち方というか、そういう、なんだろうな。 自分のことを下に落としようとする、まあ言葉とか言動みたいなところをどう対処する、どう処理するかっていうのはすごく大事だと思うので、まあ最近はそれもすごく思ってる。またまだ言われるからね、個人で言ってると。まあた、た、いに言ってんだお前はみたいなのあるけど、じゃあ、自分一人でやってるけど、自分一人が、まあ企業と戦う気はないんだけど、そう、企業がいっぱいね、教育なんてたくさんいるから、たくさん大体がいる中で、個人でどこまでやっていけるのか、ただただ、 YouTuber として、お金がさ、お金もらえればいいや、だって思ってないし。やるからには、本当ね、当初の目標の教育っていう形を変えていくって。で、それはさ、もう教育なんてもう何年も何年も何年もさ、こう、かけてさ、今出来上がってるものだから、そんな簡単に崩れないわけ。当然だよね。そう。 で、それを崩そうとは思ってないんだけど、でも、今から、まあ、その、1年2年とかではないんだけど、10年後。まあ、自分10年後に YouTube やってるかはちょっと微妙だけどさ、10年経った時、自分が43歳になった時に、教育が自分の何か発信したもので、いい方向に変わってると。で、できれば、その時にもっと教育っていう携わるところの、なんか深いところで、自分が教育と携われてたらいいなと。 まあそれが一個の目標ではあるので、それを改めて、うん、思わせてもらった、えー、3日間でした。だから、まあちょっとね、あの、い,いろいろ話してきましたけど、その YouTube ってこのね、とある男が授業をしてみたっていうチャンネル自体ももっともっと進化できる。違う方向でね、そう、してるし、で、あとは、えっ、ー、と、その自分個人として、配置として、ね、あの、教育に携わっていく、違う形でもっともっと深いところでっていうのを、 思った3日間だったので、まあ、いつもね、最初、最後のまとめは、頑張りますみたいな感じになっちゃうんだけど、でも改めて、やっぱり頑張っていくことで、誰かの役に立つっていうのは、すごく感じたからね。そう。です。<laughs> まとめめた <laughs> あ。あと最後に、あれです。えっと、会場、東京の会場にね、来てくださった方、大阪のね、会場に足を運んでくださった方、本当にありがとうございました。あの、わざわざ探してくれてね、あの、声かけていただいた方とか、いらっしゃって、で、 もうなんか自分の方が緊張しちゃいましたけど、ははい、あっ、ハイチさんみたいな。自分、年上の方だよ。年上の本当、教育の中でも大先輩の方とか、ハイチさん、どうもみたいな。言っていただいて、本当ありがとうございました。あの、素直に嬉しかったです。はい。なかなかそういうふうに言っていただく機会ってね、あんまないので、自分は。本当にありがとうございました。あのー、他の思いもいろいろあるんですけど、ちょっと長くなってきたので、まあ、この辺で終わりたいと思います。 あの、途中で話しましたけど、受験生のみんなとか、社会人の皆さんね、こう自分の夢とか目標っていうのを、こうバカにされたり否定されてる方っていうのもいらっしゃると思いますけど、まあ、自分もね、そういうのが多い立場なんで、あの、心が折れそうになる時も、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、でもね、お互い頑張っていきましょう。折れたらもったいないよ。ね、貫き通していきましょう。はい。はい、ということで、じゃあ今週のザラダラジオは、新しい方向が見えた3日間というテーマで喋らせていただきました。え、今週もね、ここまで聞いていただき、本当にありがとうございました。 では、また来週ね、何か喋っていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。